皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、ゴーレムトラップの続きをやっていこうかなと思います。で、前回ゴーレムトラップちょっと作り始めたんだけど、鉄が足りないということで、とりあえず鉄を集めるためのトラップに少し鉄が必要なので、近くの洞窟に潜って鉄を取りに行こうかなと思います。ブランチバイニングしてもいいかなとも思ったんだけど、ちょっとそれじゃつまらないので、とりあえず洞窟に潜りに行きたいと思います。じゃあ行ってみよう。よし、それでは行きましょう。ここの穴入ってってみる？いけるのかな？わ、めっちゃ落ちそう。下にちょっとこの落ちそうなのはやめよっか。じゃあ向こうのゾンビがたくさんいそうな感じのところに行こうかな。ここです。ジャングルに行った時にゾンビが近くにいて寝れませんって言われたところ。あ、ここちょっと穴開いてるのかな。あ、開いてそう。お、向こうから行った方が良さそうかな。ちょっと向こうに回ろう。あ、ここっぽいね。さっき見たのがこっち側で、こっちにもあるんだね。なるほどね。じゃあ、まあこっち側から行こうか。あ、早速いる。あ、クリーパーがいる。もう水の中だから爆発しても大したダメージにはならないと思うけど。うん、こっちはこういう風に繋がってるんだね。なるほどなるほど。とりあえずですね、洞窟探検に来たわけではなくって、鉄を取りたいので、まあ、洞窟探検しつつ、鉄取りつつ。あ、終わりだー。鉄が欲しかったのに鉄なかった。やっぱりブランチマイニングをした方が早いのか。じゃあちょっと戻って、さっきの深いって言ってたところに行ってみるか。仕方ないから、ちょっと深めに行かないと鉄もなさそうなので。金はメサに行ったらいっぱいあるんだけどな、鉄はなかなかないよね。じゃあここの穴ちょっと行ってみるか。向こうの方にも結構つながっていってそうな感じだったから、内側のこっちのここ行ってみようかな。お、早速、なるべく一段になってるようなところに。ゾンビとかがいそうな音はしてるんだけど、姿は見えないな。あ、ゾンビが来た。アップデートでこういうなんかちょっとガタガタな感じの地形のところ増えたよね。意外と鉄ってないな。え、すごい。金色の被ってるじゃん。やり合ってるやり合ってる。あれ、どこ行っちゃった？よし、ここに行ってみよう。誰かいるかな。なんかいそうな気はするけど、とりあえず物資発見。めっちゃある、ここ。いいじゃん。お、なに？来たな。来たな。いけいけいけ。よし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 。こっちとかからも来てるんかな。ちょっとさっさと取っていなくなろう。いろんなとこから出てきそう。ここにもある。お、なんかいる。あー、向こうの方も結構穴になってるね。お、ゾンビとかいるわ。でも上がってこれなさそう。うん、来た。よーし、ちょっと明るくして。お、いるね。お、いるね。やめて。よしよしよし。ここも取りたい。ちょっとなんか出てきそうなので、とりあえず回復して。ここにも鉄ある。よし、いいねいいね。ここにもある。ここも取って、これも取って。お、なんかいるよ。大丈夫かな。ここめっちゃいっぱい石炭ある。よし、こんなもんかな。よし、一回戻ろう。ちょっと外が暗くなったりしてるんじゃないか。うん、まだ明るかった。セーフ。でもこれでだいぶ鉄が取れたと思うよ。よし、それじゃあ鉄を焼こう。17個あるからだいぶできるんじゃない。あと必要なのがマグマだね。どっかにマグマないかな。ちょっと探しに行ってみようか。こっちの森の中はなかったか。向こうはジャングルだったし、向こう側はメサだよな。マグマなんかないかな。この穴の中とかにはマグマなかったはずだから。マグマブロックはすぐ近くにあったけど、マグマはないんだよね。ちょっとこの山ら辺に入ってってみようかな、マグマを求めて。なんでエンダーマンがいるの。なんでエンダーマンいるの。怖っ。マグマないな。お、クリーパー。なんでクリーパーがいるんだ。来てる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 。いなくなった。消えた。マグマどっかにないかな。ちょっとマグマを探し求めて適当に歩いてみます。家の場所はなんとなくは座標でわかるから、とりあえず適当に歩いてって言うとメサに来ちゃった。メサらへんにマグマなんてなかったよな。ここの山の上登ってちょっと見てみようかな。メサにマグマがあるっていうイメージがあんまないからな。いやー、マグマがないと
どうにもなんないぞ。マグマを頑張って探そう。やばい、月が出てきた。寝るか。ちょっと薄暗くなってきてても、マグマらしきものはないもんな。一回寝ようか。おやすみなさーい。はい、おはようございます。しまったな、こんなにマグマがないと思わなかったな。向こう行ってみよっか。なんか村っぽいのもあるし、地下探していった方があるのかな。その可能性も全然あるけどな。こんなに遠くまで来るなら船を持ってこればよかった。なんか見つけた。荒れ果てたポータル見つけた。そういえばあそこにもあったじゃん。ジャングルのとこにも荒れ果てたポータルあったよね。そこにマグマあるんじゃない？あるじゃん。持って帰ろう。この辺いただきまして、バケツが1個しかないから、今日はとりあえずバケツで1杯すくう。これで持って帰ろう。危ないから、この辺に。ここにあるということが分かったぞ。せっかくここまで来たから、あそこに見えてる村行っちゃおうかな。若干遠いけど。おお、めちゃめちゃでかい穴開いてる。やば、めちゃめちゃでかい穴開いてるじゃん。すごーい。でも穴はやめよう。さすがに村に来たのはいいけど、荷物が持てないんじゃない？木も持ってないから何も作れないしな。どうしよう。とりあえずこんにちは。クラフト台はあるけど、あ、これ持って帰ろっかな。パンめっちゃ入ってるじゃん。そう、小麦、これはいらないな。なんか結構大きい村、人がわらわらいる。ボタン、ジャングルの木のボタン、ちょっとボタン使うから持ってこう。おー、もうパンと小麦ばっかりだね。いいもの入ってるじゃん。ここにもマグマあった。いや、でもここはちょっと遠いな。やばいよ、もう持てないよ。本当にパンと小麦ばっかり。こんなもんかな。え、あっちも村だったりする？オアシスか。ただのオアシスかな。メサも広いな。これはただのオアシスっぽいな。あ、ピラミッドがある。やばい、どんどんこうやって進んじゃうんだよね。一回寝てもう帰ろう。これ以上進んではいけません。おやすみなさーい。はい、おはようございます。オアシスがあるだけだね。お、これは荒れ果てたポータル。さすがにここぐらいは持って帰ろう。うわ、めっちゃ埋まってるな。お、危な。なかなか宝箱が出てこない。宝箱どこにあるんだろう。結構掘ったんですけど全然出てこないんだけど、どういうこと？こんだけ掘ったら出てきてもおかしくないと思うんだけどな。ないね。これだけ掘り返してないということはないのか。ちょっと悔しいけど、もう諦めるか。ここまで掘ってないってことはなさそうだもんな。大抵これのこの前後にあるからね。ないもんね。悔しいな。仕方ない、諦めよう。こんだけ掘ってもないもんな。諦めるか。家に帰りましょう。ミッションただいまということで、でもマグマは必要だからな。どうしようかな。どこに、家の近くにマグマだまり作っとこうか。じゃあとりあえず家の裏らへんに、この辺にマグマだまり作ろう。ちょっと2個やって、で危険なのでちょっと柵して、しまった、ドア持ってくの忘れたな。で溶岩バケツをパシャッと、でもう1個取りに行かないとね。ジャングルのところにあるということに気がついたから、ジャングルのところに取りに行こう。あっちの方が絶対に近いわ。よし、ジャングルに到着。荒れ果てたポータルはどこだ。あった、マグマありましたね。結構あるな。しかも鉄がないからバケツもろくにつけれなくて本当に不便だわ。早く頑張って鉄を作ろう。なに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 、パンダが落ちてきた。びっくりした。気をつけて。めっちゃ落ちてきたじゃん。仕方ないので、できた鉄でバケツを2個作りました。もうめんどくさすぎるから2個まとめて取りに行こう。はい、再びやってきました。じゃあマグマを2杯いただいていきましょう。よし、ゲットしたぞ。じゃあ家に帰ろう。ワープって言ってワープできたらいいんだけど、サバイバルではチートを使っていないのでね、ワープできないんですよ。歩いて帰りましょう。あー、柵が燃えた。よし、それじゃあ囲んで、ここは安全にして、で残りのマグマをここだね、よいしょと、ここによいしょと。そしたらとりあえずマグマ4つ確保できました。マグマ流すのは一番最後にしよう。で一応水で試してみると、ここだね、ここにシャッてやると
これよりも下に行かないっていう感じになるはず。こんな感じになるんだよね。え、待って、もしかしてマグマ2個で行けたかも。うわ、ショック。わざわざバケツ2つ作って取りに行ったのに。そっか、水で先に試せばよかったな。あ、しかも無限湧きになっちゃった。もしや可能性あり。ちょっと一回寝よう。おやすみなさーい。はい、おはようございます。やばい、無限湧きになっちゃった説は、マグマ4つもいらなかったのかもしれない。くそー。まあいいでしょう。はい、ということでね、今日は材料集めに行ったんですけど、意外とマグマを見つけるのが大変だったというか、普通に冒険してしまったのがいけなかったな。とりあえずもうこれでほぼほぼ材料できたんじゃないかな。あとは作るだけなので、次回は建物部分を作って、あとは村人を移動させないといけないかなっていうのがちょっと大変な作業なんですけど、それを続きでやっていきたいと思います。なかなか時間はかかりますが、鉄を大量入手できたらすごくいいので、頑張って作っていきたいと思います。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。